半海半は中国の新末から前漢初期にかけての武将。釈は建成君、後に林武功、さらに後に武陽功、四郷は武功、四水軍拝見の人で豪遊の人だったという。元は犬の屠殺業をしていた、劉邦の半旗放棄に加わり、生涯使えて武勲を挙げ、寛容に入って豪華な財宝に目をくらんだ劉邦に対して、 将領と共に勇めた。公門の会でも、皇吾から身を救うなど活躍する。旗田党の功績で、県政君に封じられた。また、決起以前より、劉邦の妻旅記の妹寮を、目取っていたため、将軍の間でも、王室の信頼は厚かった。漢王朝成立後は、劉邦に従って、反乱を起こした、漢王新討伐に従軍した。紀元前196年に、 半海が尊敬してひざまずいたこともある関心の、謀反に同情した巨六軍手の陳機を、歴将と共に討伐して、その功績を挙げた。同年に、劉邦が英不討伐の後にやによる重傷を負って、病床についたが、後進の終没と関係などは面会することを、遠慮した。しかし、劉邦の議定である半海は遠慮せずに劉邦の部屋に、入り、終没。 官英も半会に同伴した。その時劉方は肝願の膝を枕にして横になった。これを見た半会は、陛下は私たちを従えて、はい、豊かで挙兵されました。やがて、皇儀を滅ぼして天下統一なされました。しかし、現在のありさまは何としたことでしょう。同時に陛下が病床について私たちは心配でならないのです。それなのに、 陛下は、私たちに相談をなさらずに、勝手に、観願不正の膝元で横になっておられるのは情けない、限りです。陛下は、かつての長考の件を、お忘れですかと還元した。これを聞いた流邦は苦笑して起き上がった。しかし、紀元前195年名優の、炎王炉ンロ討伐を流邦から命じられるが、あるものの、反会は、漁師の一味です。皇帝が報ずれば、 たちまち、赤夫人と匂いをぞく滅するでしょうという残言によって、劉頬から直命を受けた陳兵によって捕らえられ、終没と交代される。だが、酵素の死によって釈放された。京帝の時代に、郷土の撲突前雨が、旅記事を侮辱する手紙を送ったので、激怒した旅記事に対して反杯が進み出て、この私に十万の軍勢を、お授けくださいと述べた。他の諸将も反対に賛成した。 しかし、中老将の寄付だけは、半界将軍の発言は死罪に値しますと、直言したために、旅記事は、以降から郷土遠征を取り上げることはなかった。京帝の6年に死去した、武功と送りなされた、半界史後、着史の藩強が、武用校を継いだが、旅記事の死を起訴した政変により、旅史一族皆殺しの一環として、聖母の旅と共に処刑された。後に、 半海の諸子の半死人が武養公を継いだ。半死人は29年間も釈位にあり、死去すると荒公と送りなされた。その子の半田広が継いだ。しかし、6年後に武養公に仕えるとねりが半田広に対して罪を犯したので処罰を受けた。そのとねりは半田広を恨み、朝廷に告訴した。その内容は荒公は病弱であり、 小金を持っておりませんでした。それを不満に思った荒高夫人は、荒高の弟と密通して、他廣を産んだのです。他廣は、荒高の子ではなく、老いなので、舞踊校を継ぐ資格はありませんというものであった。朝廷は、半田廣の周辺の調査を命じた。京帝の中元六年に、半田廣は借位を剥奪されて、領地を召し上げられて、庶民の身分に落とされた。平見の元始二年に、 半海の六世の孫の藩に明が、武用校に復位した。歌川国貞室、関祖軍団官、半海詳細は、公門の海王三将劉法が関洋を攻め落とした後、皇羽の軍が、関古関で足止めされた。皇羽は劉法が自分を出し抜いて、王となる気だと思い、怒って、殺そうとした。紅白、長領などの圧戦により、公門において弁明する機会が与えられた。 これが有名な、拷門の会である。半会は参上。つまり、敬語役として、劉邦に付き従っていた。本営には、劉邦と長領のみが中に入るのを許された。縁の席で、劉邦を暗殺しようとする剣部が始まった。劉邦の危機を知った半会は所持していた盾で、静止する兵士を突き飛ばして倒し、本営の中に入り、縮小の振る舞いがない。といった、その剣幕に、 剣部は中止される。幸運は彼に、大阪好きの酒と生の豚の肩肉を与えた。半海は酒を飲み干し、生のままの豚肉を平らげた。そして、幸運に、海洋を攻め落としたのは、出し抜こうとしたわけではなく、あなたがの来るのを待っていたのですと釈明する。幸運はこれに黙り込んでしまう。その後、流頬と半海は脱出し、長量が残ってわびた。 これらにより、幸運は劉邦を撃つ機会を失い、劉邦はここを脱する。この功績により、劉邦が、官王になって、後に、臨武功に封じられた。便所に行くことを理由に、縁の席を外した劉邦を、そのまま脱出させようとしたところ、幸運に、別れの挨拶をしていないことを劉邦が気にして、縁の席に戻ろうとするのを、半海は、太閤府古最近たれ藤章譲ると伝えて連れ出し、 これにより脱出に成功した。ありがとうございます。